皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ポポロクロリス物語実況プレイのパート6やっていきます。さあ、ナルシュアと一緒にね、のお母さんを目覚めさせるための方法を探していきたいと思います。闇の世界というね、死者の、世界に行く方法が分かればいいんですけども、まあ、死ぬしかないと言われたんですが、きっとね、何か方法があるはず。でね、一回城に戻ってみます。あ、お王子様。パウロ国王が心配されています。さあ、こちらへ。ほら、ピエトロ、勝手に城を抜け出すとは一体どういうつもりじゃ。黙っていてはわからんじゃろ。なぜ城を抜け出したのじゃ。サニアのことか。サニアのことを救いたくて、それで城を出たのか。そうか。やはり、そんなにサニアのことを気にしてたのか。わかった。もう何も言うまい。ピエトロよ。城を出ることを許す。サニアの魂を救う方法、見事見つけてまいれ。ただし、自分の意志で城を出る以上、自分の身は自分で守るのだぞ。お前の目に何かあった時、一番悲しむのはサニアだ。気をつけていくのだぞ。なんだかんだいいよ、お父さんだよ。はい。さあ、では、王様から許しもいたことですし、これで気が出なくね、冒険に旅立てますね。このフェスなんか陣形も取りづらいんだよね。どっちも耐久力低いから。さて。届かへんか。ウィンドシュート。待って。新しい敵が。ウィンドシュート。この穴にはまっちゃうとね、戦闘不能になっちゃうんで、ファイアーボール気をつけないと。力のもと、これだけじゃねえよな。なんかどっかにまだアイテムあった気がするんだけどな。かまいたち？ウィンドシュート！他にまだアイテムがあったような。2体出たか。ホーリーバースト。よし、えい。
ました。風の腕は、うん、いい性能。東ゴドリフトンネル、休憩できる小屋あり、南港町パーセラ。向かうのは、ゴドリフなので、東の方ですね。こいつ反撃食らえなかったか。攻撃力が結構高い。なるこれだ。死んじゃう死んじゃう。ヒールレイン。魔法で殴った方がいいな。ファイアーボール。効かない。ヒールウォーター殴って片付かねえ相手は嫌だね。お、ありがたい。休ませてもらおう。ゲートルの根拠を上げとこう。強い。こまめに回復していかないと辛いぞ。で、ゴドリフの村を目指します。この猿嫌い。ウィンドシュート。あれはこいつ盗むんだよ。あとこれだ。グラフィック的に全然当たる距離じゃないんだけどね。なんか当たるっていう。ファイアーボール。1。ファイアーボール。ぱっと見さ、火に弱そうですが、火に効かないっていう。魔力の問題かな。
まだ倒れねえ。何だ。よしよし。どんどん進みましょう。猿。増えるか？増えるのか？戦闘！よし。ボタンじゃ、ロスイトラマにレベルもうちょっと上がるといいな。多いなぁ。ホーリーバースト。ちょっとホーリーバーストで全部倒さないなりにも削りを入れて、ウィンドシュート。なんかいる。まあ、いいや。いやー、ごめんごめん。こんな時期だっていうのに、このトンネルを通る間抜けが俺の他にもいたなんて。とにかくついつい笑っちまったんだ。え、俺かい？俺は小鳥降って街で工夫やってたんだけど、鉱山に怪物が出るようになって、仕事にあぶれちゃってさ。港町のパーセルあたりで仕事を見つけようかと思って、それでここを通ったのさ。長旅になるね。盗まれんのも嫌だけど、毒の奉仕も嫌だな。よし。キノコのかけら。とてもまずいってさ。まずいもんよこされても困るんだけどな。この先進みそう。プリンスバッジ、これピエトロ専用の防具だね。うん。専用品は何かとこう能力強化が大きいものが多いんで出ましょうね。ナルシアが持ってる指輪も彼女の専用品になるのかな。どっかに耳聞いた気がするな。これとかそうじゃないっけ。
ああ盗み来た。いい金額盗むんだこいつら。逃げやがった。所持金盗むとか勘弁してほしいよね。またこいつらだ。どうせ増えるだろう。マジカルロード、エンカウント率かな。無駄に1個使っちゃった。魔法の元はもちろんナルシアでしょう。もうちょいでトンネル抜けられそう。よし、あとは町までの道中油断せず進む。全部回復されたよ今。危ねえ危ねえ。よし、マッチにつけた。とりあえず宿で一泊したいな。これかな。鉱山に怪物が出てこの町が大ピンチ。手縄武器だと、普通は隣の町に助けを求めたりするんだけど、何しろ隣町といえばあの金ねえだろう。ダメだもん、あそこは。変な研究してばかりの魔法使いじゃ何の役にも立たないよ。こいつじゃなかったっけか。こいつだっけな。なんかどっちかなんかお金くれた気すんだけどな。うん、まあいいか。とりあえず宿で一泊したい。
お？許せん。このポポロクロスのバカおじめ。こともあろうにナルシャチの二人っきりで何楽しそうに旅してやがる。決めたぞ。決めたもんね。何をしようとしてるのか知らないが、邪魔しちゃる。行く先々についてって邪魔しちゃるからね。ちくしょう、覚えてるよ。また面倒なことに首を突っ込んできやがるもの。とりあえずセーブしよう。さて、次の目的地は、さっき一瞬話にも出たカナリシアっていう、魔法使いの村って言えばいいのかな、なんですけども、そこを目指していきたいと思います。今ちょっと装備。氷の剣にロングソードね。ピエトロに関しては竜の剣がおいおい強くなってくるから、別に買わなくてもいいんだけど、どうしようかな。防御力は確かに高い。これ2個買っちゃってもうお金なくなっちゃうもんな。2個くらい買っとくか。本当はね、この素早さ上げるラバーシューズもしてなかったんだけど、この子らとにかく打たれ弱いからさ。それで装備をヤシの葉からヤシの枝にしたら回復力大きいからね。よし、じゃあ、とりあえず今回はここまでにしておきます。次回はそのカナリシアを目指して、冒険を続けていきたいと思います。ではでは、ポポロクロイス物語実況プレイのパート6、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんも良ければな。